田村被検は、日本の家族、海軍軍人。一の関田村家14代当主。爵位は死爵、最終階級は、海軍少将。アメリカ合衆国アナポリス海軍兵学校出身。東京出身。父の死去により1887年4月に死爵を、就職した。1896年に、アメリカのアナポリス海軍兵学校に入学し、 1九百年六月八日、卒業。帰国後、少尉候補生となり、海軍兵学校二十七期生として処遇された。1九百一年八月、少尉に任官し、浅間、出雲乗組。1九百四年七月、大尉に昇進し、役も分隊長として、日本海海戦に参戦。戦後は、海軍大学校を知手学生を経て、練習艦隊参謀として、 小上根一ら平学校34期生の指導に当たる。ついで、高千穂法術長、筑波文隊長、意気法術長と実務経験を重ね東宮部官となる。1909年10月、少佐に進級。以後、赤市、新高副長、海軍省出資権限水福官。この間、隠しした、中日アメリカ合衆国大使。 ジョージガスリーの意外を米国に護送するよう命を受けて実務交渉にあたり、護送官となったアズマに同乗し、米国まで出張した。1919年12月、大佐に進級。皇族副官権元水副官権軍令部出資、薩摩、三笠、春名の各官庁を歴任。1924年12月1日、少将に昇進。 横須賀防備隊司令となり、1925年12月16日、予備役に編入された。その後は、軍事普及事務職宅、岩手県立、六原青年道場道場長、大政翼三会岩手支部常務委員、岩手県翼三総年団団長を務めた。ありがとうございます。